今回2018の UV エディターの機能を使って、このキャラクターに対して UV 編集を行っていくという作業をご紹介します。このキャラクターのボディの部分ですね、選択を行います。UV エディターを開きます。こちらのキャラクター、特にまだ UV は設定されておりませんので、作成の中から平面を選択します。これでデフォルトの UV が設定されました。ただ、このままではうまく使用することができませんので、最適化や展開を行っていきます。3D のカットと縫合ツールを選択します。そうすると、このように、3D のエディターの中で直接カットする領域というのを選択することができます。これで UV を切り離すということが可能です。失敗した場合なんですが、コントロールキーを押しながらなぞっていくと、その部分を消去していくということができます。ではですね、体の中心の部分を選択します。エッジループの機能を使うと、このようにぐるっとつながっている UV を選択して一気に切り取るということができます。この時、UV シェル、異なる UV シェルで自動的に色がつきますので、判別が非常にしやすいです。では、引き続いて腕の部分の UV を切っていきます。このようにですね、ジャンクションがあるところで自動的に止まります。さらに、左右対称にするためにシンメトリーのオプションをオンにします。そうすると、左右対称に UV が編集されていきます。エッジループの機能をうまいこと使って、より簡単に UV 編集を行うことができます。今度は脇の下の部分ですね。ここはジャンクションがありませんので、マニュアルで UV を切っていきます。最後の部分も切っていきます。これで腕の部分が切り開かれました。今度は肩の部分ですね。エッジループの機能を使って、このように切れ目を入れます。さらに腕の下の部分ですね、切れ目を入れました。見えづらいところに入れるところがいいかと思います。最後に足の部分ですね。こちらも切れ目を入れたいと思います。適当なところを選択しまして、UV の切れ目を入れました。これで準備ができましたので、この切れ目をもとに展開を行っていきます。この際ですね、選択モードとして UV シェルを選びます。シェル単位で移動したり、展開したりということができます。展開ツールを使って、一気に UV シェルを開いていきます。で、シンメトリーモードがオンになってましたので、こちらをオフにします。で、さらに各 UV シェルの移動なんですけれども、3つ目のオプションを使うと非常に簡単です。選択すると、そのまますぐにドラッグしたり、また回転したり、スケールしたりということができるようになっています。腕の部分、今回必要ありませんので、少し横の方に配置しておきます。回転を加えます。もう片方の方も回転を加えて、適切な位置に配置を行います。今、2つの UV シェルが分割された状態です。これからですね、縫合ツールを使って、この2つの UV シェルを1つにまとめていきます。縫合ツールですね。ブラシが現れますので、それでなぞっていくと、このように縫合することができます。さらに、
真ん中の中心の UV ですね、少し歪んでしまってますので、UV の直線化の機能を使って UV を直線にします。ちょっと分かりづらかったので他のところでやってみます。この曲がったところを選択して UV の直線化を実行すると直線にすぐにすることができます。ではですね、真ん中の部分ちょっと固定しておきたいので、UV の真ん中の部分のところを選択して固定を押します。では、これからですね、UV の素密の部分、UV のテクスチャーに対する素密の部分というのを調整していきます。そこには最適化ツールを使用します。このように、ペイントで最適化を行うことができます。わかりづらいので、最適化用のシェーダーをオンにします。そうすると、UV2がですね、青と赤で表示されます。だいたい青い部分が多くなるようにすると、 UV が適切に配置されます。配置というか最適化が行われて、テクスチャーに対しての素密がなくなっていきます。今回この UV の情報ですと、最終的には左側の情報を右側にコピーしていきたいと思いますので、左側の方をですね、入念に最適化を行います。こんな感じでしょうか。では、鏡面コピーを行いたいと思います。ここで鏡面コピーなんですが、選択する際にですね、ポリゴンやまたはエッジで選択すると、つながってる、UV がつながってる部分っていうのも同時に選択されてしまいます。ですので、必ず UV で選択を行ってください。では、UV でちょうど左側の塊を選択します。これからですね、UV の鏡面ツールを使用しますが、オプションを開きます。こういった黒い線が出てきます。こちら、コントロールキーを押しながら、中マウスボタンでドラッグすることができます。ちょうど中心になるように設定を行います。で、また、エッジを選択して、トポロジのつなぎ目を定義します。そうすると、鏡面コピーが行われます。左側から右側に鏡面コピーが行われました。これで大体体の部分に対しては適切に UV が配置されました。これから微調整を行います。実際にうまく貼れているかどうかなんですが、チェッカーパターンを出して確認することができます。ただこのチェッカーマップ、少し大きいのでサイズを変更して、もう少し分かりやすいものに切り替えます。だいたい先ほど素密の調整も行いましたので、だいたいうまくいってるんですけれども、より細かく制御したい場合、従来は UV エディターの中で調整してたと思います。今回ですね、UV のグラブツールというのがあります。そちらを実行すると、3D ビューの中で UV の位置を微妙に合わせるということができます。さらに、こちらですね、シンメトリー機能を実行すると、左右対称な状態で UV の編集を 3D ビューアー上で調整するということが可能です。こういった機能を使用して UV を編集していくということができます。